はい、皆さんこんにちは。元気なおじいです。さあ今回はね、こちら紹介したいと思います。だーん。はい、今回はね、 Bluetooth 5.0 1300Mbps ね、高速通信 Wi-Fi 無線 LAN 子機になります。もう最近はね、AX が登場してきたからね、もう次世代 Wi-Fi 6にもう移行しつつあるんだけどもね、まだね Wi-Fi 5ね、 AC 対応のものまだまだ現役だよね。でこれがね、もうめちゃめちゃ安くなってきてるね。びっくりするほど値段が安いです。はい、今回はね、値段が安くて、さあ使い物なのかどうなのかね、そのままもうガチ検証でいきたいと思いますね。はい、じゃあね、内容を見ていきましょう。こんな感じ、もう至ってシンプルね、無線 LAN 子機だからね。はい、で売りとしてはデュアルバンドね、 2.4GB と 5GB 帯両方ダブルで対応しています。で 2.4GB は安定してるんでね、いろいろ障害物をこう避けていってくれるね。で 5GB 帯の方は、こっちの方は早いんだけれども、障害物に弱い。ですぐ近い場所で使う分にはいいんだけれども、やっぱちょっと離れたところだと 2.4GB はきついかな離れたところは 2.4GB じゃないときついかなっていうね、まあ、そんな感じはします。はい、でね、あと2.4GB はね、いろんなもので使ってるので干渉しやすいというのがありますね。はい、まあ、スピードはね大きく違うんだけれども、まあ、使い分けが必要となりますね。こんな感じで AC 対応になっております。で、親機、子機ね、まあ、この関係があります。これはどっちでも使えるってことだね、これね。でパソコンにつけた場合は子機としてね、で、まあ、こういったものに使えば親機として発信する側もね使えるってことなのかな、これね。へえ、そんなわけで、まあ、実際に使ってみたいと思います。詳しい内容はね、Amazon の方を見てみてください。で超広いの無線範囲って書いてあるけど、まあこれはもう建物の内容ね、コンクリート木造とか障害物の有無とかで変わってくるんでね、もう皆さんの方が詳しいでしょうね。はい、で簡単に接続できますよというのがね売りになっております。付属の CD があるの？ CD をパソコンに入れて、あ、そうなんだ。じゃあちょっと CD 用意しないと。そうなんだね。で、そのまま下がる。そっか、CD ドライバーがないと認識しないのか。そうなんだね。はい、じゃあとりあえずね、開けたいと思います。CD が入ってんの。よし。はい、でとりあえずね、これアンテナこれね、であとちゃんと必要なものは認証はねちゃんと受けているので安心してください。このパナソニック値段が高いだけでピントが合わないやつなんでね、ほんとね、10万円のカメラよりも2万円のカメラの方が高性能なんだよね、パナソニックの場合ね。びっくりしたね。はい、一応こんな感じになってます。で今回はね、もう ここにちょっと挿して試せばいいかなと思うんだけど、 CD ドライバーね、あ、本当だ、 CD が入っております。これおそらく前入ってたので使えないかな。ちょっとどうやって挿そうかなちょっと挿すのがねちょっとね、これ USB3.0 なんで、これで使わないかな。この USB のね、向きがね、ここがネックなんだよね。タイプ C じゃないと。はい、一応これで、テンテレレンってきたけれども、アプリがないからね。あ、Bluetooth のマークがここに出てた。これね、ちょっと皆さんに見せられないのが
残念だな。 Bluetooth デバイスの追加とかワイヤーの転送とかあるんだけど、ちょっとパナソニックのカメラの性能がバカなんで、ちょっと見せられない。ごめんね、ほんと安いカメラで、こっちのね2万円のカメラだったらちゃんと近くまで撮れるんだけど、今10万円のカメラで撮ってるんで、今の実売価格で高いカメラはダメなんだよ。皆さん覚えてね、パナソニックのビデオカメラ買うときは一番安いやつの方が高性能だからね、覚えておいてね。高いの買ってもね、あの専門ならないよ、ね、経験者が語ります。おじいすごい後悔してるもん今ね。はい、そんなわけで、Bluetooth もねここあの対応してるのがねマークで一発で分かりました。でこれね Wi-Fi の設定ね、Wi-Fi ネットワークね、こうやったんだけど、今これね、有線 LAN を接続を外して、それで、ここで行かないかな、Wi-Fi で模擬型に接続する。うん、ちょっと今ね頑張ってるっぽいんでね、ちょっと待ってね、ネットワークのセキュリティの入力なんで、まあ、ちょっとはい、そんなわけでね、月日が経ちましたね、もうしっかりおじいも変わっております。はい、ねあれから本当にね何日か経ちましたね。でその後四苦八苦しました。まあ、簡単に説明しましょう。付属のドライバーを入れてください、アプリを入れてください、でアプリでコントロールがねなんかできるようだっていうことで、で CD をつけました、でダメでした、で Windows 7で、CD の中身を出しました、でこっちに持ってきました、インストールしました、この OS はダメです、 はねられましたということでね、やっぱりあのアプリは使えないという状態です。で出品者さんとね何度もやり取りしてるけど、ダメならもうやめてくださいって言うんだけど、いや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 、こっちの方でねあの強制的にハードウェア何度も何度も蹴られるんだけども、この Windows 10がポンコツっていう事情もあるしね、機内モードになってるのでそれを解除して、それで、何度かやってたら接続することができましたね。なので、まあ、何もなくてもあのこの Windows 10でそのまんま強制的に認識できたか、それか過去にあの同じようなものを何度も入れてるんでね、過去に紹介した電波のやつ2つぐらいあると思うんだけど、どっちも簡単にインストールできてアプリが起動できて、でそこからいろんなコントロールができたんで、すごい簡単でした、使いやすかったよね。で今回のやつもそれと全く同じなのかなと思ったんだけど、ちょっと一番出来損ないっていうか、正直言ってポンコツですこれね。でポンコツだからアプリが起動できないんだけども、ハードウェアとしてはあの一応認識はできるので、そのままの状態で、接続ができております。で、まあ、ポンコツだからね、じゃあどれぐらいの速度が出るのかなっていうことで、速度検証します。今、ニューロ光の5ギガ AC でつながってます。AX には対応していないので AC でつながっています。ということでじゃあね、そこでいきましょう。うん、おお200出た、すごい200出た。別のやつの時はあれだよね、普通 iPhone とかあそこら辺でやっても100いくつぐらいだよね、5、60ぐらいだったよね、うん、結構今ニューロ光の ONU が変わったので ONU の調子がいいんだねきっとね。はい、快適に200メガ出ました。もう一回測ってみましょう。うん、まあ Wi-Fi でこれぐらいね
速度が出れば、まあ、申し分ないよねこれね。おいいじゃないの。おお結構安定して出てるね。うん、アップロードも今200ぐらい出てるんで悪くはないよね。うん、まあこんなところも15だし、はい、そんだけでね、まあ大体200ぐらいは出ております。うん、これはいいよ、悪くないよこれね。うん、普通に元気なおじいのチャンネル、よいしょと。あ、まあウィンドウ次第だからちょっと操作が分かんない。はい、そんだけでね、一応なんとかアプリはポンコツなんでね、インストールできないけども、Windows 10のドライバーで普通に認識することができるから、ハードウェアとしては使うことができます。なのでこのコントロールのところからね、パスワードを入れればとりあえず使うことができるようになりました。アプリの機能は一切使えないけれども、とりあえず Wi-Fi とか Bluetooth に関しては使うことができます、ね。はい、それではね、お値段の方をいきましょう。今回ポンコツなんだけども、お値段は安いです。はい、ご覧の通りね、ビョン、お値段は2199円です、ね。で、500円オフのクーポンが表にあるので、1699円、まあ、約1700円ってことだね。で、まあ、これからね、もうこの AC 対応っていうのはもう時代遅れになるので、まあ、需要がない、みんな AX 対応のものにね、どんどん移行するけど、まだ AX 対応のコインってまだ1、2個ぐらいしか見たことがないので、しかもね5000円前後ぐらいするね、お値段が高いので、ただもうちょっとしばらくはね、この AC 対応のやつで我慢するしかないんじゃないかなっていう感じはしますね。まあ今からでもね、その Wi-Fi 環境が欲しいんだっていう方は、まあ安いじゃないかな、1699円だったら、まあとりあえず下げで使うことはできるよね。で、過去に紹介したものの中でこれが一番お値段が安いんで、アプリが使えないからポンコツなんだけども、でもこのハードウェアのお値段は一番安いです、これね、うん。はい、こんなわけで、まあ、これもね、こうやって角度が変えられるしね、グリ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 ちゃんと腰で使うことができるんだよね。で、まあ熱は持つけど、まあ、みんな同じだよねここら辺は ね、うん、ね。まあ、アプリだけは残念なんだけども、ちゃんと技的認証もね取得してる商品でね、ちょっとパナソニック残念なんだけどね、ちゃんとマークが入ってるので安心してください。はい、そんなわけで今回はね、この Wi-Fi と Bluetooth 両方使える呼吸を紹介させていただきました。 Amazon のリンクをね、この動画の説明欄に貼っておくので、興味のある方はそちらをご覧になってみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね、バイバイ。